育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない。夏がダメだったりセロリが好きだったりするのね。ましてや男と女だからすれ違いはしょうがない。妥協してみたり多くを求めたりなっちゃうのね。何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか心もとない夜できるだけ一緒にいたいのさ、頑張ってみるよ。やれるだけ頑張ってみるよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。もともとどこ吹く他人だから、価値観は否めない。流行りが好きだったりそのわりこくなとこあったりするのね。性格曲げて曲げ気持ち抑えて曲げ付き合うことないけど、一人じゃ持ちきれない素敵な時間にできるだけ一緒にいたいのさ、頑張ってみるよ。やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のことなのさ。